こんばんは、総価塾の久保です。今回の億万長者合宿なんですけども、付加価値のお話をしましょうかね。前回吉谷さんがゼロ価値のものからでもね、大きな価値を取り出せるっていうお話をしましたけども、これがまさに付加価値の、ことなんだろうなと思います。私ね、転売っていうものが入門者には向いてるビジネスだと思うんですけども、これがねものすごく大変になってきて長続きしないよっていうのは、転売っていうのはね、付加価値がつけようがないんですよね。一部のものを除いて付加価値がつかないんですよ。例えば品薄になってるものを見つけてくるっていうのも、これ付加価値ではないんですよね。付加価値のようにも見えますけども、結局はある物体に利材を乗せてるだけなんですよ。ですから、その利材の稼ぎやすいように品薄のものを狙っているっていう形で、付加価値は、あるとすればマーケットがつけてるんですよね。でも私が思う付加価値っていうのは自分自身でつける付加価値なんですよ。究極言ったら、例えばギターをね、買って、それ中古になるわけですよ。でも誰々の持っていたギターってなると、中古の方が値段が上がるみたいなね、そんなことがあると思います。松井一郎さんっていうね、野球の選手がいますけども、松井一郎の乗ってたベンツだよって言ったら値下がりしないような気がするんですよ。そんな感じですかね。ですから、何もね、自分が有名人になったりブランド力のある人間になれってわけではないですけども、常にビジネスっていうのは付加価値をつけることに、意義を見出すというか、工夫とか努力をつぎ込んでいくものだと思うんですよね。例えばブログってのは誰が書いても価値が上がるものではありません。そこにやっぱりね、問題解決っていう付加価値があるから読まれるようになると思うんですよ。で、YouTube もそうですよね。この YouTube 見ていくと、なんか発見があるなとかね、なんか気づきがあるなとか、励まされるなっていう付加価値が入ってるから、また見たくなるわけなんですけども、ただ時間を無駄にしたみたいなことになるとね、もう付加価値どころか、付加損ですか、損をするみたいなね、損を付加されちゃうみたいな、そんな動画になってくるんで、いわゆる嫌われるみたいなことが起きるわけなんですよね。で、億万長者になるっていうかね、短期間でお金を稼ごうと思ったら、誰よりも価値をそこにね付け加えれる付加価値力の大きい人間になる必要があると思います。私は麻雀店をやってる時に、毎月100万の家賃と185万の人件費がかかったんですよ。なんと285万が何もしなくても出ていくって形でございます。その経費に対して私は付加価値を与えられませんでした。ただ人が麻雀をやって、そこに馬代を払うっていう程度のものしかできなかったんで、いわゆるなんか場所貸しっていうのもね、限界があったんですよね。場所貸しって言っても、そこに付加価値を与えない限り、その金額っていうのは、場所代っていうのは上げようがなかったわけですよ。で、私は付加価値を上げようとしたんですけども、結局は付加価値を感じさせるほどには上げられなかったかなってことですよね。で、結果安売りに走る方向になったわけですよ。要するに付加価値を与えられないからっていうので、値段を下げることによって、売価を下げることによって、付加価値があるような錯覚をお客様に起こしていたってことなんですよね。で、そうするとですね、他の店も値段を下げるのは簡単なんですよね。だから値段競争になっていきます。で、逆に言うと、値段を下げたらもう次に打つ手がないってことなんですよ。本当にね、ビジネスっていうのは値上げをしながら、その値上げに対してどのぐらいの付加価値が提供できるかってことに終始するべきなんですよね。そう考えていくと、私の場合はね、今こういうふうなビジネスを完全に力抜いたようなリラックス体制で販売してますんで、どちらかというと私の速価塾の付加価値っていうのは、交渉に応じて値段が変えれるってところなんで、値下げの方向に走ってるわけなんですよね。でもね、現実中に値上げをしようかなみたいなことを匂わすようなね、そんなライティングもありますけども、基本的にはこのままでいくと思います。で、吉田さんはね、結構付加価値力を上げるために、価格を上げることによってそれも付加価値になってるというね、もう素晴らしいスパイラルを起こしてるわけなんですよね。で、吉田さんのスタンスっていうのは、私も十分認めるところがあって、こんなこと言ったらね、偉そうですけども、やっぱりね、すごいセンスだなと思いますよね。そしていろんな知識とか知恵とかを まとめる能力があるかなと思います。プラス根性があると。で、私はね、よく吉田さんに言われますけども、吉田さんから見たら私はね、10歳年上のもうおじいちゃんですよ。そのおじいちゃん、よくついてこれるなっていうふうに言われるんですけども、私逆でですね、若造についてこられてたまるかって根性があるわけなんですよ。要するに私の考えっていうのは、年を取れば取るほど人間は熟練していって、プロフェッショナルに近づくと思ってるんですよね。で、昔のカンフー映画を見ていると、やっぱりね、師匠って、おじいちゃんなんですよ。で、若者に教えてるんですよね。だから、そういう形に本来だったらなるはずなんですよ。それが時間とともに付加価値をつける人生の設計図ですよね。でも
年を取るたびに付加価値が落ちていく、要するに若さしか売りがないと、もうね、年を取れば取るほど不利になっていくわけですよ。ですので50歳から転職できないって悩んでる人は、それは付加価値をつけずに来てしまった結果だと思いますし、50歳とか60歳でビジネスを始めてなかなかね、物覚えが難しいんだとか結果が出ないっていうことは、それまでの付加価値のつけ方がおかしかったってことをまず一番最初に認めないと、もう長年生きてきた経験があるんだよって自己肯定感はね、この際無駄になってしまうんですよね。もちろん人格を否定するつもりは全然ないです。そういうことをしろってわけではありません。人格否定ではなくて自己否定なんですよね。しまった、今までもしかしたら無駄な時間を送ってきたかもしれない、でもまだまだ自分にもやれることがあるんじゃないから、一から学び直そうかなっていう形で自己否定できればいいんですけども、もう何をやってもダメなんだからもういいやってなると、これね、自己否定ではないんですよ。これはもう完全に人生否定になってしまいますんで、これに入っちゃうとね、抜け出すのがすごく難しくなりますし、まあとてもじゃないですけど1億円は稼げなくなりますよね。で、私もね、40歳から始めましたんで、きつかったですよ。パソコンなんてやったことない、麻雀の親父ですからね。もう何度も言いますけど、麻雀の親父でパソコン始める人間っていないでしょ。でも私はですね、そこに麻雀屋の親父なのにパソコンができる、インターネットビジネスができるっていう付加価値を与えていこうと思ったんですよ。まあそうなると付加価値の方が大きくなって、麻雀屋ってものが完全に私の中から消滅して、今麻雀業界との何の関わりもない人間になりました。まあそういうことで、自分が付加価値をつけられない業界から去っていったっていう、抜けれたっていうことでね、ダブルで良かったかなと思うわけなんですけども、さあそれでは動画の結論になってきます。あなたはどんな付加価値を持ってこの人生を生きてきましたか？今何歳でしょうか？その何歳、その年齢に見合ったような付加価値をつけれたでしょうか？もしつけれなかったら失望する必要はありません。今日からやっていけばいいんですよ。だから凡事徹底一点集中なんですよね。付加価値をつけるためにいろいろやる必要はありません。一つのプロフェッショナルになればいいんですよ。一つのプロになればね、十分だと思います。それがまあプロ野球の選手とかはこれから難しいんで、インターネットビジネスのプロになればいいんじゃないかなと思うんですよ。まあライバルもね、少ないですし、競争もないです。やることはむちゃくちゃシンプルです。集客して商品作って売るだけ、これですよ。今ね、3秒ぐらいで言ったでしょ。これだけですからね。集客して商品作って売るだけ、それ以外何にもやることないんですよ。こんなにシンプルな稼ぎ方ってないと思いますよ。ね、複雑なことをしない、会議もしない、出張もしない、たったこれだけです。集客して商品作って売るだけ、簡単じゃないですかね。そこにあなたの付加価値が試されるということなんですよ。それでは、いってらっしゃい。